1200倍到達。まだまだ爆撃チャンスが眠る山犬コイン。最大額稼ぎ切るために必須情報をすべてお伝えします。どうも皆さんこんにちは、クリプト機動隊のマリです。ここ最近で1200倍まで価格を伸ばした山犬が大手取引所に上場を果たしましたね。ユニスワップに上場してからトントン拍子で上場したのでびっくりした方も多いんじゃないでしょうか。きっと準備が間に合わなくてここからどう利益にしていこうとお悩みではないですか。そこで本日の動画では上場後最終的に1200倍の価格をつけた山犬トークンの購入後最も大きな利益を手にするための今後の価格推移について解説していきます。9月4日16時頃突如ユニスワップに上場し、その後たったの1日半で最大1000倍まで上昇。購入された方も非常に多いと思いますが、とりあえず購入したはいいけど購入後のやることがわからないとか、まだ購入できてないけど今後も価格が上がるならば今からでも買いたい、こういった方結構いらっしゃいませんでしょうか。買ったけどさらに買い増ししたいなんて方もいますよね。一つでも当てはまる方は本日の動画必ず飛ばさずにご覧ください。ここでクリプト機動隊からお知らせです。我々は現在の仮想通貨市場をリサーチし、可能性のあるコインの精査をチームで進めています。現在の仮想通貨市場は信頼度に欠ける情報が横行していますが、中には本当に100倍以上の価格上昇を狙える情報も多数存在しています。この本物の情報さえ入手すれば仮想通貨投資で億の資産を築くことは簡単です。ただこうした貴重な情報は通常のリサーチ方法では簡単に入手できません。そこで我々クリプト機動隊は投資で各々が1億円以上の資産を構築したメンバー同士で意見交換をし、徹底的に精査した情報のみを LINE 登録者限定で公開しています。本気で100倍銘柄を狙っていきたい方はこの動画の概要欄からクリプト機動隊の公式 LINE とチャンネル登録をよろしくお願いします。正しい知識を持って一緒に資産を築きましょう。それでは動画の続きへどうぞ。それでは早速本編に入っていこうと思うのですが、今回の山犬の1000倍高騰の騒ぎで初めて知った方も多いので簡単に山犬の今日までの動きを紹介していきます。仮想通貨プロジェクト山犬は最近出たばかりでジブリ映画のもののけ姫に出てくる山犬モロをモチーフにしたプロジェクトです。無事9月4日の日本時間16時に上場し、9月5日に最高値で1200倍の価格をつけました。 X を見ていくと先日はフォロワーは800人ほどとかなり少なかったのですが、上場後の現在のフォロワーはなんと1日で9万人目前です。さらにその翌日まさかの大手取引所に複数上場達成です。6日の22時から MEXC に上場、そして滑り込むように MEXC 上場の2時間前20時にビットゲットに上場を果たしました。どちらもユニスワップの最高値である 0.012 ドル付近まで価格が上昇しています。我々の LINE 登録者様も購入して利益を出せたとたくさん報告をいただけて本当に嬉しかったです。上場前に上げた動画で期待値やもっと詳しい詳細、購入方法などもお伝えしていますので、まだ見ていない方はぜひご覧ください。もしここまでで気になることがあれば LINE からお気軽にお聞きください。 LINE の URL は動画の概要欄に載せています。さてここからは購入後のやるべきことを共有していきます。実際に購入された方からいただいたご質問で多かったのが、購入したはいいけどどうすればいいの、いつ売れば一番利益が取れるのというものでした。仮想通貨でそして山犬で利益を出したいから購入されたわけで当然のご質問ですよね。というわけで購入後の流れを整理していきましょう。まず山犬の価格の見方が分かっていない方もいたので一応お伝えしておくと、 DEX ツールで見てください。1分足から月足まで見れるので価格の確認は随時こちらをご確認ください。ちなみに DEX ツールの URL が見つけられない方とも LINE で聞いてきてくださいね。すぐにお送りします。あとはこのチャートを見ながらご自身の目標の利益額になったところでメタマスク内でイーサリアム等に交換します。最終的に日本円にする際はさらにそのイーサリアム等を国内取引所に送って日本円に変えてください。これらが購入後やるべきことのフローです。そして一番多かったご質問が、利確のタイミングはいつかという内容です。ここさえうまく立ち回れればシバやペペで一資産を築けた方のようにとんでもない金額が入ってくるわけです。これはもちろん価格高騰した際にご自分が納得できるタイミングなのですが、これでは不十分だと思うので我々なりのやり方をあなたに共有します。我々の山犬の今後の扱い方は結論からお伝えしますと、原資回収からの中期ホールドです。その理由の一つ目としてはまずはこちらをご覧ください。山犬は1年間ロックされますとつぶやいてるのですが、これはどういうことかというと、山犬運営自体がトークンを売り抜けられないという約束なんですね。この画像は山犬の価格が見れる DEX ツールの流動性の部分を拡大したものなのですが、 100% ロックと出ていますよね。従来のプロジェクトは基本的に運営が実権を握っていて、変な話ユーザーに内緒で売り抜けたり最悪は逃げることだってあります。ペペコインがそうでしたよね。ちなみにこちらはペペの流動性なのですが一切ロックがかかっていません。この場合最悪どうなるか分かりますでしょうか。運営が逃げたり持ち逃げした場合、運営が保有しているトークンの数だけユーザー側が損をしてしまうんです。
めちゃくちゃ怖くないですか？でもこれが短期で売買益を狙うミームコインの従来の姿です。ですがこの山犬は売り抜けの心配がなく、中期で見ることによってシバやペペのように巨額の売買益が見込める非常に有望なコインなため何度も紹介していました。ちなみにこちらシバの50万倍大高騰した際の価格推移なのですが、 MEXC 上場の約1ヶ月後に最大手 CEX バイナンス上場をきっかけに高値を大幅更新しています。まだまだ価格が上がる可能性が残されているコインです。こういった山犬関連の動画や X の山犬公式アカウント何でも構いませんので、認知度を広めることであなたへのリターンもどんどん高くなります。シバのように2段階目の爆投を狙うならば3ヶ月から1年のホールドをおすすめします。売りが入れば入るほどチャートは下がります。まだホルダーが少ない今、少額の売りでもチャートに影響を与え暴落のきっかけになってしまうこともよくあるので、我々はしばらくホールドを考えています。現に短期利益のみ求めたホルダーの利確が落ち着いたので、下落から再び上昇へ逆転してきています。そこに新たなファンダが加わったら最高値の更新も十二分にあり得てくるので、気を抜かずに動向を見ていきましょう。ではここで山犬仕込みたかったけどどうしても無理だった、今後が気になるコインを無料でゲットしたい、こうした方に向けて今回我々が山犬コインで出した利益の中から還元という形で無料配布プレゼントを開催します。この山犬無料配布企画では総額1万山を5名様にプレゼントしていきます。企画に参加いただくための条件は次の通りです。参加条件 1. YouTube チャンネル登録 2. 公式 LINE を追加後山犬配布と送信 3. クリックと起動対山犬紹介動画の高評価。今後の急騰がまだまだ期待できるコインを無料でゲットしたいあなたはふるってご参加ください。ご希望であれば今我々の公式 LINE にご登録いただいた方には今日現在最も最短最速で100万円1000万円という規模の資金を作っていくための動画ではお伝えできない資産構築術を一つ厳選して共有します。大人数にはお伝えできない内容なので厳選はしますが、あなたの状況や資産投資経験は一切関係ない、誰でも再現可能なものを厳選しますので、ぜひ楽しみにしていてください。またこの時期限定のメイン特典とは別に通年特典として流れの通り進めていただくだけで1ヶ月で1万円を5万円、5万円を10万円、10万円を100万円、150万円と増やしていくための流れをまとめたクリプト機動隊オリジナル資産構築ロードマップを無料でプレゼントします。短期で資金を大きく増やしたいという方はぜひ公式 LINE へのご登録をお待ちしております。こんな感じでクリプト機動隊の動画は仮想通貨業界のリアルな情報、損しないためにやっておくべきこと、最新情報などをお届けしてますので、仮想通貨で勝って送り人になりたいとか、次からのチャンスは絶対に逃したくないとか、そういった方はクリプト機動隊の YouTube のチャンネル登録と公式 LINE のご登録をぜひしていただければと思います。クリプト機動隊が仮想通貨投資で資金を作ってこれた理由として、情報を仕入れる速さ、良い案件に取り組む迅速さ、この2つを本当に大事にしてきたからだと自負しています。きっとクリプト機動隊の動画を見てくださっている方も仮想通貨投資で送り人になりたいとか、100倍銘柄を一度で良いから掴んでみたいとか、そう思われている方がほとんどかなと思いますが、初心者で何から手をつけていいかわからない、いろいろと投資してきたけど失敗続きで自信がないとか、そういった声もいただいたりします。ただそんな時にクリプト機動隊に聞いてもらえたらすぐにあなたの悩みを解決できますので、仮想通貨で勝ちたいそう思われている方は必ず1チャンネル登録、2公式 LINE の登録、こちらを必ずしていただければと思います。クリプト機動隊もいろいろな方と情報交換したいので、気軽に LINE にメッセージいただけたらと思います。本日は動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。